おはよう、ポンちゃん。そして、ジャン君。はい。ポンちゃん。ポンちゃん。はい、ジャン君。昨日めちゃめちゃ早く寝ちゃったので朝めちゃめちゃ早く目が覚めちゃいました、うん、そしたらジャン君は甘えにずっと3回ぐらい甘えに来たね、うん、さあこれから朝ごはんですよ。行ってきます。今雨が降り出したと思ったら止みました。どうやら台風が今こちらに向かっているようなので、降り出したら雨戸を閉めようと、さっき閉めちゃったんですけどね、どうしよう、閉めとくか。そして雨が降るので室内でおんちゃんは遊びです。ジャン君は机の下で避難します。多分雷とかならないのか、多分大きな風音はするよね。ジャン君、それはだって台風の方向が